本日の漁獲量ですね。まず、はい、浜笛吹き台、そしてヒラメですね。まあまあですね。肉厚です、結構。と、石垣台。あ、石台です。と、これが、この前から言ってる通り、糸引きですね。肉厚です。そして、水イカですね。はい。で、今、ようやく取れ始めましたね。この 100g 台のアジ。今日は結構な量でしたけど、100g 台のマアジ。そして、赤ガマスです。はい。これは、金プグじゃないか。これ、青タンですね。青タンって僕らが言ってるのは、これ、サバフグです。これ、刺身でも美味しいです。と、チヌ、マケラ、エバ。これはカレイですね。で、これがちょっと僕らの何です、漁師名でしか知らないんですけど、チョボゴリとか言うらしいです。僕もこれだけ食べたことはないです。まあ、普通に北浦の漁師さんとか食べてるみたいなんで、美味しいと思います。はい。そして、まあ、ちょっと量系ですね、今日のは。炭焼きですね。結構、量系のやつになってます。で、定番のサバナゴですね。で、ひも立ち。ひも立ちも結構大きくなってきました。ちょうどお刺身にいいんじゃないかと思います。そして、季節の小アジですね。これはですね、調理簡単なんですよ。このエラから手を入れて、で、内臓を蒸します。こんな感じですね。こんな感じで蒸していただいて内臓を取ります。で、これをサクサク洗って、オリーブオイルで僕は唐揚げとかして食べます。はい。そして今日ようやくちょっと波が収まってきましたので、これ 2.2 キロちょっとしかありませんけど、コールメイですね。もうどんどん硬くなってきました。来週ぐらいにはもうちょっと大きいのが取れてくれるんじゃないかなとは思います。はい。というわけで、どしどしご購入の方よろしくお願いします。なおですね、この動画は YouTube とかでもアップされてます。ご購入の方は今弊社のグループ LINE で大和市場でございますので、そちらの方に入っていただければ、全国どこでも発送できますので、ぜひ皆さん素晴らしい魚たちなんですので、買って食べてみてください。あと弊社ブランドの大和ぶり、大和カンパチも同じように購入できます。はい。今日もよろしくお願いいたします。以上です。